皆さんこんにちは。今日は12月1日月曜日です。新しい月のスタート、今日も元気にいばキラステーション始まりますよ。今日はちょっと雨が降ったり止んだりであいにくの天気なんですが、今日私がやってきたのは石岡市にあります東つくばユートピアです。ここはですね、ミニ寺さんのちょうど中腹ほどに位置しておりまして、なんと私の奥にはライオンさんもいるんですね。その他にもキャンプ場があったりとか、お散歩コースがあったりとか、いろいろな楽しみ方ができるこちら東つくばユートピアという施設になっています。千代田石岡インターからおよそ25分ぐらいと、とてもアクセスしやすい場所になっていまして、ここに来るまでにはユニークな看板が案内をしてくれています。では早速こちら東つくばユートピアの社長小川さんにお話をお伺いしたいと思います。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。いや、お隣にお猿さんがもういますね。かわいいでしょう。かわいい。あらあらあら、一応、はいはいはい、あ、足元には何ですか、イノシシさんですか。そうですね、イノシシの子供ですね。かわいらしい。こここんだけ近くにいるっていうことは、触れ合いができるっていうことなんですか。そうですね、触れ合いとか散歩とかね、撫でてやると喜ぶんですよ。お散歩、はい、お散歩ができるんですか。そうそうそう、このイノシシの子供とお散歩できます。はい、そうなんですか。こちらその他にはこうどういった楽しみができる施設なんでしょう。うちはね、はい、猿の芸、猿とイノシシの芸とかね、それから動物がたくさんいるってことと、緑と花と動物ってことで、今は紅葉、これから椿、はい、まあ、正月は正月末としてね、まあ、糸の引き継ぎもこの12月の12日には行います。干支の引き継ぎ、はい、これ恒例でもうね40年からやってますけども、火炎通りがやってます。40年、はい、そうなんですか。来年は羊年ですからね。そうですね、羊と一緒に写真を撮ったり、まあ、新年のね、はい、催し物をやるんですよ。そうなんですか、はい、では今年の干支のお馬さんも登場するんですか。そうですね、お馬もここにポニーいますけども、ね、そうですね、はいはい、そうなんですか、はい、そちらが毎年恒例でやってらっしゃるということなんですね。はい、そうなんですか。その他には、うん、どういった楽しみがあるんでしょう。そうですね、これから冬は冬でね、この山の風景を十分満喫しながら静かな春を待つんですけどもね、来春にはおにゃんこハウスとしてね。おにゃんこハウス、はい、はい、猿の、はい、猿じゃなくて、猫の遊び場、 猫と一緒にお客さんが遊ぶところを作るんですよ。はい、また、はい、こちらの売り棒とお猿さんと、はいはい、あとワンちゃんも触れ合えるっていうことなんですけども。そうですね、ワンちゃんも自由にね、はい、無料で散歩できますから。へえ、はい、でそれに加えて、はい、今度は猫ちゃんとも一緒に触れ合える、そうそうそうということなんですね。はいはい、そうなんですか、はい、それはいつ頃予定してるんですか。3月の中旬からですね。3月の中旬から、はい、そうなんですか。猫ちゃんと触れ合って遊べるということなんですね。そうそうそう、はい、今動物との触れ合いっていうのはこう人気が高いと言いますか。そうですね、はい、皆さん喜びましてね、うん、こんなに身近に触れ合えるところはよそにないって言うんですよ。あ、そうですか。はい、では結構人気なんですね。そうですね、おかげさまで、うん、そうなんですか。では今月12月はその干支の引き継ぎ会、はい、そしてその他にもですね、はい、動物との触れ合いも楽しめて、ね、っていうような形なんですね。いつでもね、犬とかこういったイノシシの子供と触れ合いますからね、どうぞおいでください。はい、はい、そうですか、はい、ありがとうございます。では皆さん、こちら東つくばユートピア、さまざまな動物さんたちとの触れ合い、そして、お散歩をしながら、今ですとまだ紅葉ですね、はい、紅葉も少し楽しめるということですので、ぜひぜひこれから干支の引き継ぎもあるということですので、こちら石岡市の東つくばユートピア、遊びに来てみてはいかがでしょうか。それでは小川さん、はい、今日も始まりますよ。はい、いばキラステーションスタート。こんにちは。シワス。シワス。市が走るシワス。12月1日月曜日、茨城県庁スタジオから生配信でお届けします。茨城県民、そして茨城ラステーションでございます。こんにちは。こんにちは。すごい突っ走りましたね、今ね。もうだってもう市が走りますからね。確かにね。もう走り出してますよ、皆さん。はい、
もう12月、今年も最後の月でございますからね。ねえ、あっという間。でもなんか1日が月曜日からスタートすると、はい、ちょっとなんか嬉しくないですか。そうですね。キリがいいというかね。うんうん、はい、そんなわけで今日もですね、お届けしますけれども。はい。いやー、先週末からのね、このちょっと天気の崩れで、ちょっと、ね、寒暖の差が激しくなっちゃって、はい、風邪ひかれてることいらっしゃるじゃないですか。ねえ、皆さん大丈夫ですか。ねえ、本当お気をつけいただきたいと、うん、インフルエンザの予防接種も始まってますからね。あ、そうですね。皆さんちゃんとプスッピスッ、ね、はい。さて今日オープニングは、はい、東筑波ゆうとくやってます、ね、はい、あんな間近に猿とかイノシシが来るので、びっくりしました。ねえ、ねえ、なんかみかんもぎ取ってましたね、うん、あんな近くまで見られるんだと思うとちょっと、ねえ、うん、ライオンがいるってのは初めて知りました。いや、なんかちょっとあのオープニングでなんか声がしてたりもしましたからね、はい、いろいろね、はい、なんかいいですね。僕まだ、ね、伺ったことないんですけども、あ、楽しそう。そうですね、お子さんとか喜びそうですよ ね、 ね、やっぱ僕あのやっぱこういう大きなね、はい、動物たち好きですからね。おー、そうなんですか、うん、あの小動物、まあ大きい動物が好きなんです。あー、なんとなくでも似合いますね、その方が似合う似合う、なんか大きな動物をこう飼い慣らしてるような。僕がここにこうやってなんかチワワ乗っけてる、そんなにねぐちゃってやっちゃうんじゃないかって、ね、ドキドキしちゃうもんね。ネズミとかね。ネズミやっぱこうダメダメダメよ。信頼しますけどもね。でもほんとあのちょっとこう面白いですよ、動物とすごい触れ合えるというところ、ねえ、ぜひ皆さん足を運んでみてはいかがでございましょうか、はい、さて、今日の天気でございますけど空模様見てみましょう。どうぞ。なんかこういいですね、水墨画みたい、風情がありますね今日ね。え、今ねあの水戸市、この県庁があります水戸市は結構雨粒が大きい感じで、はい、雨も激しいみたいでございますけど、傘のお忘れ物なんかないようにね、はい、していただきたいです。あと車やっぱ師走になって車の運転される方は結構あの慌ただしくなりますんでね、安全運転でね、うん、でまして雨が降ってると、はい、ちょっと危なかったりしますんでね、お気をつけいただきたいと思いますよ、はい、さあそして我々のこちらがでございます、こちらです、はい、ソーシャルストリームがございます。今日も皆様からのたくさんのご意見ご感想をお待ちしています、うん、はい、番組の、ね、ご感想とかで我々のね、いろいろなこうツッコミだとか、はい、ボケでも結構ですよ、受け止めますか、はい、よろしくお願いしたいと思います。そして今週のテーマは、はい、お、うん、あなたの寒い時にこそこれ、これなんでございましょう。寒い時にこそこれがあるわっていう感じでございますね、うん、はい、まあ、僕はねやっぱ寒い時にこそこの夜空に打ち上がる大きな花火、うん、あ、やっぱこう寒くなると空気が澄んできますから、そう、花火がすごく綺麗に見える、うん、確かに、うん、そんな感じでぜひあなたの寒い時にこそこれ、これぜひともソーシャルストリームにお書き込みいただきたいと思います、はい、まあ、そんなわけでございまして今日も1時間お付き合いのほどよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は大子町からリンゴを作っている生産者が来ました、大子町のリンゴの PR ということで、本日はリンゴを持参しながら来ました、これから大子のリンゴ富士が最盛期になります、こちらにこう蜜の入っているリンゴがあるんですけれども、おいしいリンゴ、このような形で皆さんに食べていただけます。これから大子町山々色づいてまいります。そのような中、自然を満喫するとともに大子の味であるリンゴの味も満喫していただきたいと思います。このように赤いリンゴ、黄色いリンゴ、色とりどりのリンゴが木にたわわに実っております。リンゴ狩りと一緒に皆さんが来てくれるのを待っています。皆さんお越しをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。茨城新聞ニュースをお届けします。最初のニュースです。金融機関を狙った強盗の模擬訓練がこのほど笠間市の有機信用金庫友部支店で行われ、職員や警察官などおよそ30人が参加し、事件が発生した時の対応などを確認しました。訓練は笠間警察署署員が2人組の犯人に扮し、1人がカウンターの上から職員たちをモデルガンで脅し、もう一人が客を人質に取る設定で実施されました。全員だ、早くしろ、今よろしく、早くしろ、今よろしく、どうすんだ、いるな、今よろしく、いくら入ってんだ、してます、こっち向いてる、後ろ向いてる、見逃すんじゃねえぞ、俺
どこだ。どこだよ。そのままでろ。後ろ振り向くんじゃねえ。こっち向くんじゃねえ。職員たちは緊迫した状況の中でも冷静に振る舞い、逃走する犯人を追いかけたり、記憶した犯人の特徴を駆けつけた署員に伝えたりしました。体型は、痩せ型、髪型は、上の服は上衣、何着てますかね。帽子黒の帽子を着用、さらに黒色サングラス。やはり実際訓練であっても、もう本当にびっくりしてしまって、もう思っていたような対応ができなかったのが本当のところですね。犯人の特徴を覚えたりですとかできるようにしたいと思います。訓練とはいえ、実際こういう場に立ってみますと、非常にパニック状態に陥ってしまう、冷静でいられなくなってしまう、そういったことを改めて強く認識いたしました。日頃からのお客様が来店された時の声かけ、こういったものを励行していくことによって、防犯につながるのではないかなと思いました。続いてのニュースです。冬の花として知られるシクラメンの出荷産業が県内で最盛期を迎えています。那珂市津田の中山園芸ではおよそ5000鉢のシクラメンを栽培しています。温室内は赤やピンクなどのシクラメンが絨毯のようにずらりと並び、鮮やかな色彩が隅々まで広がっています。どういったシャンが枯れた葉っぱ取ってんだけど置いとくと病気が入ったりなんかするから、こう貯金なんかやったり、あと折ったりしてそのまんまにしておかないでねじって抜くの、ダメになる元になっちゃうから。中山園芸では出荷ピークを迎え、シクラメンの株を整える作業に追われています。今年のシクラメンは葉の数が多く密集し、例年通りの良い出来といいます。11月に種をまいて、3月にポット揚げをして、5月に鉢揚げをして、9月に最後の仕上げの鉢に揚げて今咲きます。ギフト用とか、あとはそうですね、量販店の小売り用とか、あとはまあ競りにかけます。時期としては今ぐらいからずっと、まあクリスマス前まで出荷してます。きれいに整えられたシクラメンは東京方面に出荷するほか、500円から6000円で直売も行っています。まあ、なるべく気温が上がらない方が花も長持ちしますし、あと水をやりすぎないように気をつけていただければ長持ちします。約シクラメン1年かかるんで、作るのに今から出荷のピークを迎えますけど、うちはパステリッシュ多いんで暖色系が多いから、お家の中でも映えますから、ぜひお買い求めいただけるとありがたいです。シクラメンの出荷繁忙期はクリスマス頃まで続きます。続いてのニュースです。衆院選と県議選が12月14日投開票で行われるのを前に、5年前の中学3年生が自分に宛てて書いた選挙メッセージはがき、5年後の私への発送式が28日水戸市三の丸1丁目の水戸中央郵便局で行われました。この選挙メッセージの発送は、茨城県選挙管理委員会が若い世代に選挙に関心を持ってもらおうと2003年度から続けています。この日は当時メッセージを書いた日立市の東田裕二さん、筑西市の矢賀郁美さんの2人が参加し、自分でメッセージを読み上げて感想を述べました。5年前の自分は政治について言いたいことがたくさんあった。しかし選挙権がなかった。でも今の自分には選挙権があるんだ。一票では選挙に大きな影響を与えることはできないかもしれない。だが1と0では全く違う。一票を大切に。選
選挙に行くってことは権利でもあるし、それは義務でもあるから絶対に行った方がいいと改めて思いました。矢貝さんの5年前のメッセージには、あなたの一票を無駄にしないでくださいと綴られていました。メッセージを読んだ矢貝さんは改めて有権者の自覚が芽生えたと感想を述べました。私が未来を5年後になってみて改めて自覚が芽生えたといいますか、責任を感じています。ぜひ参加したいと思いました。メッセージはがきは当時中学3年生だった1万1322人に発送されました。そうですね、昔の自分に激励をもらった感じですね。改めて選挙にちゃんと行かなきゃっていうすごい意識が高まりました。国益を本当に重視しているのかとか、この無駄、これは無駄な政策なんじゃないかとか、いろいろ見て、この自分でいいなと思った方に一票を入れようかなと思ってます。医療だとか福祉とかにこうを考えてくれてるところがいいかなって思ってます。全然まだ福祉が追いついていない状況だとかっていうのを知って、私のこの一票が少しでもそういうところに反映されていけばいいなっていうのは思いました。茨城県選挙管理委員会は若い人には選挙にこぞって参加してほしいと呼びかけています。以上、茨城新聞ニュースをお伝えしました。昨年12月に乾杯条例を制定しました笠間氏です。こんにちは。笠間乾杯条例1周年記念笠間一斉乾杯イベントが開催されます。12月19日午後5時開場、7時一斉乾杯、場所は笠間稲荷神社です。参加者の皆様には笠間焼き食いの実と地酒味見券をプレゼント。そして会場に来られない方もイバキラ TV にて生中継、世界中どこでもご参加いただけます。笠間で乾杯、笠間に乾杯。12月19日は笠間一斉乾杯の日です。笠間稲荷神社で乾杯。今からピックアップ。さあ、このコーナーは、はい、このコーナーは皆さんにイバキラ TV の Facebook にいいねをして友達になっていただきます。そこに日頃あったことや撮った写真などを投稿していただき、私たちがピックアップするコーナーです。はい、そしてソーシャルの方ですね、皆さんお書き込みいただきたいと思います。はい、お願いします。今週のテーマが、寒い時にこそ、はい、これこそ、よろしくお願いしますよ。書き込みいただいてます、ありがとうございます。東筑波ユートピア、うん、お猿&イノシシ可愛いですねという。うん、イノシシがこうなんか犬みたいにこうなんか、そうですね、後ろ立ちするの初めて見ましたね。ね、ももちゃんももちゃんってやってましたね、うん、それはどうか知らないですけど猿が社長さんからミカを受け取り猿、うんうんうん、そうね、うん、確かに去っていったね、まあ、去ってったね。寒い時にこそこれ、はい、外で飲むホットコーヒー、あーホットできますよね。うんうん、なんか今2発連続できましたね。ホットコーヒーって今それこそコンビニエンスストアとかで、こう引き立てのコーヒーを飲めるじゃないですか、はい、そういう意味では本当にね、うん、コーヒーがますます美味しくなってきたなという感じがしますけど。本当ですね、うん、意外と冷めないんだよね、あれ冷めないですね。ちょっ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 ってなったね、思った以上に。そうなんです、だから運転するときとかね、片手でとか注意していただきたいですね。基本的に運転するときは、うん、降りてね、ちゃんとね、9時15分もしくは10時10分。なるほどね、はい、今ね9時15分で教えるそうですよ。9時15分、うん、9時15分でしょ、だから9 それ違うでしょ、おやつの時間10時20分でしょそれはい、9はどこにありますか、時計の。あ、はい、15分度は、あ、こうですか。そうです、へえ。昔は10時10分と教えてます。あ、そうですね、こんな感じになってますね。そうですよ、そうなんですか、うん、石田さんの持ち方はどうかの10時20分だよね。
これ非常に逆に怖いですよね。びっくりしました。さあ今日のピックアップ参りましょう。今日の1枚目はこちら。そういえばこの前の連休中に高速乗ってたら牛さんに会いました。お前ら美味しくなれよ。ちょっとどんなどんな。美味しくなるんだろうな。うん、いいな。ちょっと寂しいけど美味しいんですよね。でもこういう動物を運んでるトラックの脇をこう抜ける時ってちょっと、はい、怖いですよね。ちょっと切なくなります。あ、それはないんですけども。あら、そうですか。この囲いが倒れておる時ってどうなるだろう。たまに逃げたっていう事故ありますからね。そう、時折ありますからね、はい。でも、美味しくなってほしいですね。はい、はい、激しくどうか。続いてはですね、こちら。お味噌汁とかですね。味噌汁の自販機を見て驚いて買ってしまいました。味噌汁も自販機で売られる時代になったのですね。しかも寝てるし。すごいね。具入りって書いてますよ。豆腐とか入ってるのかな。豆腐、わかめが入ってる。すごい。これ多分ホットなんでしょうけども、どうなんでしょう。飲むタイミングなくて冷めちゃった日にはどんな感じになるんでしょうね。どんな感じなんでしょうね。あとお味噌が沈殿しちゃわないのかな。あ、もうシェイクするしかないですね。そしたら ね、味噌、ほら以前、はい、おでんの自動販売ありました。ありました、おでんの缶。はい、おでん缶ね。はい、ありましたけど、味噌汁も自動販売の時代ですか。初めて見ました。すごいね。ねえ、機会になれば飲んでみたいと思います。はい、ありがとうございます。続いての写真です。はい、こちら。よく見かけるこの鳥、なぜか逃げずに僕の周りをちょこちょこ。へ、人懐っこいのか何なのか。うん、確かに随分近いですよね。そうですね。あれじゃない、手前にいる虫を狙ってんじゃない。あ、虫なんですね、手前にいるのね。餌なんだきっと。へ、狙ってんじゃないの。ね、でもこれ可愛いですよね。二つ足でちゃんと走るんですよね。鳥って結構チョンチョンチョンってこう飛ぶ鳥がいますけど、はい、ジャンプする鳥がいますけど、はい、この子ちゃんと2つの足でチャカチャカ歩くんですよね。そうでしたっけね。あら、いやでもさっきのイノシシもそうですけど、はい、こうなんか近寄ってくると、やっぱ可愛く見えたりします、ね。可愛いですね。ね、はい、この後どうなったんでしょう、気になるところ。ね、虫をゲットできたんでしょうかね。はい、ですね、コメントいただいておりますね。はい、シクラメンをプレゼントしてよろしくラメン。ああ、先ほどのニュースのシクラメンですね。よろしくラメン。よろしくラメン、はい。牛が高速でこちらを見つめてる。そしてこちらが見つめてる。うしし。なんかギャグが好きな方ですね。そう言われてしまうと、なんだろう、小学校の時にはしゃいでいて、先生に、はいはいって言われた時みたいに、俺が今へこんだ。あら、失礼しました。いや、とんでもございません。ありがたいです、ありがとうございます。はい、じゃあ続いての写真参りましょう。こちら、こちらかみね動物園さんからのお写真なんですけども、はい、プレーリードッグ、お互いがくっついて眠る習性があるのですが、はい、この体勢は寝心地いいのかなということなんですけど。立ち寝なんですか。ねね、っていうかプレリードッグってくっついて寝る習慣があるんですね。へ、確かにこの体勢は、さほど寝心地いいようには見えないですよね。よく満員電車の中でこう立って寝てるお父さん見かけますけども、はい、だって膝かっこになりますもんね、自分でカーンってね。なりますね。はい、まあ、彼は膝かっこになんないんでしょうけども、膝あるのかな。どっちかが倒れたら思いっきり倒れるでしょう。そうですね、まあまあ微笑ましい写真では、そうですね、まあ、運命共同体のような ね、 ね、まあ、それが安心して眠れてるということなんでしょうね。ね、はい、ありがとうございます。なんかこの後、はい、お写真があるそうでございますけど、はい、この後ちょっと私、昨日だったんですけれども、カルタ大会行ってまいりました。日立には郷土カルタっていうのがありまして、
こちらのカルタご覧ください、うん、どうぞ。カルタを見るの？うん、カルタを見てください。まずはい、はい、あのいろいろ日立の名所とか、うん、あのいろいろ歴史などが書いてあるんですけれども、うん、あの実はこのカルタの特徴としましては、うん、あのたまに同じ言葉が2枚あったりするんですよ。句が2枚あったり、え面白いでしょ。なので56枚あるんですけど、すごいなんか不安になるよね。不安になっちゃうんですけど、うん、なので結構子どもたちがそこで大変なんですが、ほうほうほう、うん、あのなぜかと言いますと、うん、獣王と日立市が、うん、あの合併したんですね、10年前に、はい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 、それであの名所が2つになってしまったからということで、うん、ちょっと重なったりしたんですが、うん、まあ、こんな感じで子どもも大人も一緒に、うん、あの3人チームを作って、そしてあの対決をするということなんですね。カルタ大会。そうです。ほうほうほう。1月に本選があるんですが、うん、今結構地区大会で各地区で学校ごとにとかやってるんですね、うん、予選会ですか。予選会ですね。はい、なんです。はい、またこんな風に。でこちらは、うん、優勝した方とか、うん、まあ、3位までに商品が出たんですけれども、表彰式ですね。そう、表彰式です、はい、で上位2位までがその1月の本大会に出場できるんですね。うん、うんうん、これもしかして日立市だけじゃなくて県内いろんなところにあるんじゃないですかね、今日のカルタ。あるみたいです ね、 ね、うん、それ一応に返したら面白そうじゃないですか。本当です ね、 ね、もうみんなで取る、うん、はい、逆にあの例えばなんか龍ヶ崎の京都カルタの大会に日立市の人が参加したりとか、龍ヶ崎の人が日立の京都カルタやってるとか、うん、面白そうじゃない。あ、結構あのいいですね。いろんな歴史とか交換できて ね、知識を交換できるかもしれないです ね、 ね、そうするとこう茨城県内いろんなことを学べたりするんじゃないですか、ね、うん、確かに、そしてこちら皆さんね、最後に集合写真を撮られたんですけれども、うん、もうこれだけ大人の方も小さな子どもの方から、うん、もう老若男女皆さん参加できる、なかなかいいカルタなんですよね。なるほど、ね、はい、で来月、はい、18日に本選があります。あ、はい、うん、今回10周年ということなので、うん、かなりあの豪華な商品も用意していらっしゃるみたいですよ。なるほどね、はい、京都カルタ、まあ、10年の歴史があるわけだ。そうです、できてから10年の歴史があるんですが、うんうんうん、なるほど、はい、まあ、10周年で、うん、今年は英語版にもなってそうなので、へ、でさっきの一番目にあった肛門さんとかって、肛門さんっていうから、はい、あ、なんかそんな感じになりますね。はい、英語にできないもんね、肛門さんだけね。そうですね、肛門さんそれで、ね、発音ちょっと英語っぽくしただけかもね。そうそうそう、でもそれ以外ないじゃない、肛門さんって。なんかあるないです、ないです。イエローゲート、違う違うよとかってなっちゃうじゃないでもあの逆に皆さん、あの他の地域の方々ね、はい、京都カルタあるよって方はぜひ、うん、あのご投稿いただければ。そうですね、教えていただきたいですね。よろしくお願いします。お願いします、メッセージいただきますね。はい、プレーリードッグ、うん、立ち寝に挟まれモフモフしたいです。あ、あの間に挟まれちゃうのね、うんうん、ちっちゃいはずだよね、プレーリードッグ。ちっちゃいはず足にもなんないかもね。多分成人男性のふくらはぎに来るか来ないかぐらい。いや、来ないかな、はい、うん、もうせめてあれはね、自分が横になって顔の間にこう、はい、両サイドにいるってもらうぐらいじゃない。くしゃみでそうそれからですね、はい、カルタは子供には勝てませんよね、はあ、あ、確かにかえって子供の方がね、うん、もしかして、うん、あの神経衰弱とかも絶対負けちゃいますもん、記憶力ないから。カルタもそうだけど、私のね、カードに対するパワーってのはすごいですよね。すごいですね。なんでそのカルタの絵札をそんな俯瞰で見れるのっていうぐらい、あ、確かに確かに、ね、うんうん、すごい。絶対ね、上から見てるね、監視カメラ。あ、大人はもう狭いからね、うんうんうん、視野がね。あ、第三の目があるのかもしれないですね。そうそう、カルタ目が。カルタ目新しいな、カルタ目って皆さんの町には郷土カルタあるでしょうか。はい、教えてください。確かね、水戸市にもあったと思う。水戸市ありますよ、持ってます、うん、私。え、持ってるの、うん、ちょっとのこじんまりしてて緑色のパッケージで、うん、やはり体育館ね、かなり燃えてやるらしいです。燃えるんだよ、皆さん。燃えるらしいですよぜひね、はい、まあ、もう師走ですし、もう、ね、うん、すぐお正月ですから、お正月向けてカルタ大会、面白いかもしれませんよ、皆さん、はい、さあ、まだまだ皆さんからね、ご投稿お待ちしておりますよ。ピックアップでは、皆さんのご投稿、お写真、コメント、そういったね、お寄せいただければ、どんどんご紹介していきますんで、はい、よろしくお願いしたいと思います。
以上、いばきらピックアップでした。いばきら TV をご覧の皆様、こんにちは、松井悦子です。この度 JR 水郡線全線開通80周年を記念した勝手に応援ソング、僕のハートは水郡線が発売になりました。地元の方はもちろん鉄道ファンも楽しめる作品です。歌を通じて他県の方にも水郡線を利用した旅をしていただきたいです。そして沿線の活性化にもつなげられたら嬉しいです。ぜひ聞いてくんちょ。県庁スタジオから生配信でお届けしております、茨城県民総出演、いわきらステーション、いわきらステーション。今日は私ジェームズ・ディレクト、西野ひとみでお届けしております。だってほら今ね、この前の映像が西武線開通80周年、はい、80周年、うん、松井さんのね、ね、あのついついやっぱこうあの車掌さんとかのこの前したくなるじゃないですか、はい、確かに確かに、うん、はい、次は見とう見とう見とるですね、はい、忘れ物どうしようもないよ、うん、似てますね、ゆでかでーす閉まる音まで、はい、楽しんでおりますけども、はい、ぜひ皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思いますので、ね、ソーシャルストリームの方もお書き込みいただきたいと思います。はい、お願いします。今週のテーマが、はい、寒い時こそこれでございます、うん、西野さんにとって寒い時にこそこれってのは何かありますか。寒い時こそ、うん、例えばみかんを冷凍してお風呂で食べるとか、うん、みかんを冷凍して、はい、お風呂で食べる、はい、こう要するに溶かしながら食べる。そうそうそう、お行儀悪いけど。はあ、なるほどね初めて知りました。でもなんかみかんの皮って、はい、お風呂あのお湯に浮かべたらどうなの、うん、健康にいいのかしら。よく、うん、ゴミとかのありますよね、こう網とか、うん、それにリンゴとかみかんを入れて、うん、そうするともう本当にフレッシュな、あの果物の、もしあの、うん、お肌とかが敏感じゃなければ。確かにリンゴ湯とかはありますかね、大根、そうなんです、そうなったりしますから、剥いた皮でみかんもいいのか。いいんですよ。じゃあ、ふくれみかんとか使って、あ、いいかもしれないね。ふくれみかんはでもぜひあの七味唐辛子にしていただきたいですね。ね、はい、さあ、ぜひ皆さんコメントお書き込みいただきたいと思います。そして我々が皆さんのもとへお邪魔して一緒に盛り上がるコーナー、それがいばきらピープルのコーナーです。はい、今日はですね、はい、私がジェームスさんが参りました。はい、どちらへ。あのね、なんだろう、その職業はそのお店の職業なんですけど、はい、何者なのっていうぐらいの、うん、幅広いことをされている方にお話を伺ってきましたので、ご覧いただきたいと思います。楽しみ。どうぞ。さて、今日はですね、茨城県庁にほど近いところにございます、桜堂陰謀さんにお邪魔してるんですけど、今からお話を伺う方ね、肩書きがすごいんですよ。桜堂陰謀の不良親父って肩書き書いてあるんですけど、お話伺うのドキドキなんですけども、ご紹介しましょう。桜堂陰謀の不良親父こと藤田和久さんです。よろしくお願いします。藤田でございます。よろしくお願いします。決して反社会的勢力ではございませんので、至って気は優しくて力持ちでございますので、というわけで不良親父藤田さんにお話いろいろ伺ってきますけども、もうこちら桜堂陰謀さんということなんですが、はい、ハンコ屋さんってことでしょうか。はい、ハンコ屋ですね。具体的に言えばもう本当にハンコ屋の古親父で、ただその皆さんよく言われるんですけど、ハンコ屋らしくないハンコ屋ですねってお客さんは皆さん言っていただくんで、どういうところだっていうのはちょっと気になるところでありますが、まずはこちらの、まあ、桜堂陰謀さん、いわゆるこのハンコ業界に入られてどのぐらいになるんですか。はいはい、ここ初めて、まあ、私脱サラで始めたんですけども25年になります。25年、はい、脱サラって、まあ、これ始めるきっかけって何かあったんですか。はい、まあ、もともとはある国会議員の先生の事務所にいたんですけど、うん、その後法律事務所の先生が選挙に出るというので、うん、お手伝いに行って、はい、そのまま、まあ、ぬるま湯に浸かってしまったような状況で、その中で犯行の印鑑のいわゆる偽造事件がありまして、うん、で今の印鑑の業界のことをちょっと調べろと言われて、うん、調べ出したのがそもそもこれに興味を持ったきっかけですね。この犯行自体に興味を持った、はい、でそこからまた始めようと思ったのは、まあ、正直今のところおそらくほとんどの犯行屋さんそうなんですが、いわゆる一から手で掘ってる犯行屋さんはほとんどないんですね。そうなんですか。
もう皆さんいわゆる精密な機械がありまして、それで判子を彫る。ただ印面を作るのはそれぞれやっぱり作る方の技術なんですが、彫るのはもう今機械で彫れちゃうんで、はい、もちろん文字入れるのは自分で入れて、あと機械が彫って、最後彫刻刀を入れて仕上げると。ですからまあ、簡単に言えば手仕上げの判子ということになります。のぼりとか新聞雑誌広告等でよく見る手仕上げてます。そうです、はい。それぶっちゃけちゃって大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい、まあ一から掘ることも可能なんですけども、うん、これはやっぱり時間がかかりますので、うん、どうしても単価的にお高くなってしまう、うん、はい。ただハンコですから同じものは2つとありませんので、そこのところだけは機械で掘っても何ら問題ない。知ってました皆さん、手仕上げですって。実際まあ我々ね、普段使ってるハンコって、はい、いわゆるまあ乳白色といいますか、はいはい、そんな色合いなんですけど、お店の中拝見しますと、なんですか、ラメ入りがあったりとかグラデーションがあったりだとか、まあカラフルな、そうですね、ハンコのボディっていうんですか、はい、ってあるんですけども、今いろんなパターンあるんですか？はい、もう特に若い方は従来の印材では満足しないんですね、はい、どうせ持つんだったらカラフルなものということで、キャラクターものであったり、はい、いろいろ今出てます、はい、もうこの数は相当ですね。どうしてもやっぱ古い人間だからでしょうかね乳白色かもしくは黒い、ね、ハンコのイメージがあるんですけど、すごいですね、はい。それと最近ですから、やっぱりその動物質、例えば黒水牛の角とか象牙とかは嫌がる方がいるんですね。なるほど、ご自分の考えでそういうものは嫌だと。ですから木材質か、あるいはこういうプラスチックの素材というのが結構皆さん、で、まあこちら桜戸陰謀さんね、藤田さんのお店、まあベースはハンコ屋さんであるってことなんですけども、はい、店内をよく見回してみますと、何でございましょう、お名刺があったりだとかあといわゆる、まあ、僕ら世代の時にはすごくワクワクするんですけども、ピンバッジがあったりするんですけども、はいはい、これはご趣味？はい、もちろん趣味から発生してまして、うん、ピンズの制作などもさせていただいてます。ピンズも作られてる？はい、もう全てやっております。ですからまあ自分の好きなことを商売にしてると言った方がいいのかも分かんないピンズ、いわゆるピンバッジね、それこそ洋服のね、胸元にワンポイントつけたりとか、はい、カバンにつけたりとかしてね、はい、おしゃれグッズとしても使えるし、はい、お土産としても使えるものでございますけどもね、それをもともと好きでいらっしゃったものを作るようになっちゃった、はい、さてピンバッジがね、はい、まあ、趣味から高じてと話されてましたけども、はい、藤田さん聞くところによると多趣味だってことがあったんですか？はい、まあ若い頃から遊んでばかりいると言った方がいいのかわかんないんですが、もう好きなことばっかりやってきましたので、いろいろ収集癖があったり、レースの世界に首を突っ込んでみたり、まず好きなことばっかりやってまいりました。ここを掘り出したらすげえ鉱脈がありそうな気がするんだけども、全部深くいくとそれだけ多分一本できそうな気がしちゃうんで、ちょっと上手だけ舐めさせていただきますね、はいはい、まずレースの世界に突っ込んだと伺いましたけど、はい、これはですね、もう若い頃から、まあ、誰でも自動車に憧れるんですけど、はい、たまたま親父連中が揃って、自動車レースやろうかっていう昔の夢を忘れられずに、うん、40歳の時に自動車レース始めまして、はい、まあいわゆるミニクーパーのワンメイクのレースなんですけど、うん、まあ、最高モテギの12時間耐久レースというのも出ておりますので、うんうん、もうこれも完走しました。すごいですよあんま車興味ない方もご覧になってるかもしれませんけども、12時間耐久って半端ないタイミングされますよね、はい、でも楽しいですね。それを大変申し訳ないんですけど、40過ぎた藤田さん以外の不良親父たちも集まってやられていると、はいはい、今現在もやられてますか？はい、今ちょっと仲間が忙しい、まあはっきり言ってしまうと
今のお笑いのガルパンで有名な時矢君も一緒にやってた仲間ですから、うん、ガールズ&パンツァーの、はい、はい、はあ、なるほどね、ですから、まあ、いずれ、うん、またガルパンの板車にしたレースカーで走るかも分かりません。ぜひ見たいです、はい、その時ぜひ応援に行かせて、はい、それからなんか収集癖が終わります、はい、まあ、一番早く始めたのがやっぱりスヌーピーグッズですね。あのいわゆるアメリカのパンナといいますか、はいはい、まあ、あのアメリカではあの、まあ、スヌーピーというよりチャーリー・ブラウンが主人公で、はい、アメリカのお父さんは誰もが自分はチャーリー・ブラウンだと思ってるんです。要するに不器用でうまく生きられない、野球チーム持ってても勝てない、女の子にはモテない、皆さんアメリカのお父さんは自分がチャーリー・ブラウンだと思ってるんですね、はい、ですが私もそのチャーリー・ブラウンだと思ってるんです。そんだけ多趣味なチャーリー・ブラウンはいないと思います。いや、なんかでもね、ピンなんかそのスヌーピーグッズもすごい数を持ってたんで、はい、今ちょっとほこりかぶってますけども、うん、かなりの数集めました。そちらも拝見したいなという感じもありますけども。でも、なんだろう、お店をね、一個経営しながらね、その多趣味で多彩でね、ものすごくいいですけども、まあ、幸せもんっていうか、それをやらせてくれてる、まあ、正直女房がいるから、やれてるようなもんで、あ、奥様あっての、はい、古親父っていう。はい、これいいですよ、画面通して言っちゃいましたから今ね。もう多分今これでフリーオヤジっていうのは好感度アップですよね。さて、そんな藤田さんでございますけども、はい、これから、まあ、このハンコ業界、はい、ご自分のお店ですけども、はいはい、どのような活動として、はい、夢はございますか。はい、ですね、まあ、皆さんもご存知のように、3.11 の震災の以降に被災地で犯行まで全て流されてしまったという方がいて、はい、私それを聞いた時に、じゃあもう行って無料で犯行を掘りしようと、で、まあ、石巻に何度か通って約600名の方に犯行を掘りしたんですが、はい、その中でいろいろ聞いたお話で、いわゆるその亡くなられた方の身元を証明するのが大変だと、もちろんある程度のお年の方ですと免許証を持ってるとかで分かるんですけども、はい、お年を召した方とかわからないと、でそれには何がいいのかなっていうんで、まあ、今ここにもありますが、こういうドッグタグ、いわゆるアメリカの兵隊さんが必ずぶら下げているという、まあ、もちろん日本の自衛隊もそうですけども、はい、これをちょっと普及して皆さんにもういや肌身離さずつけといていただいて、特に子供さんの迷子札、あとはお年寄り、いわゆる最近問題になっている、うん、徘徊老人ですね、はい、で聞くところによると、全国で1万人の人が身元も分からず名前も分からず自治体の施設に収容されて生きておられる方がいると、せめてお名前だけでも分かれば、あるいは連絡先でも分かれば、そのお年寄りはご家族のもとに帰れるのにっていう思いがあって、最近はちょっとこのドグタグを皆さんに広くご紹介しようかなということでやっております。なるほど、ドッグタグ、僕らはそれこそ若い頃にもファッションとして流行りましたけども、はい、実際そうですね、常に身につけてられるものですもん ね、はい、ね、免許証とかだとちょっと置き忘れたりしたらもう、はい、もう分かりませんからね。これは素晴らしい、この辺もじゃあこちらの桜戸陰謀さんに相談に伺えば、はい、即できますので、うん、はい、やっぱりね、若い方も最近見直してですね、ファッションで来られる方もいますね、うん、作ってほしいということで。素晴らしいですね。でも本当ハンコ屋さんからそれこそ身元紹介まで全て手広くやられてるという。いやこれからも一つ頑張っていただきたいと思います、はいはい、ありがとうございます。いやいや、ちょっと僕も後で一個下げたいと思います。ぜひはい、お作りして。ありがとうございます。というわけでございまして、今日はですね、桜戸陰謀の不良親父、いや不良親父じゃない、もう高校やという感じでございますけれども、藤田和久さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。というわけで桜戸陰謀さんにお伺いしてきました、はい、いやー、なんか多趣味多彩な方ですね。そうなんですよ、うん、本当にね、
もうこの時間じゃ収まりきれぐらい、お話がいっぱい膨らんじゃいまして、楽しかったです、まあ、でもほんとハンコ一つ取ってもやっぱりいろんな種類ありますし、はい、その他にも多分伺ってね、お話ししてくるとね、もうたまんない時間過ぎてるんですよね。え、はい、いいですね。あのドッグタグでしたか、あれもいいですね、まああの確かに僕ら若い頃にオーストラリアファッションで流行ったんですけど、あの映画ですね、映画の影響でね、プラトンかなんかのね、流行ったんですけども、やっぱりこれからの時代つけてるとやっぱなんかね、例えば言ってましたけど、その老人の方の徘徊の時とかにもこう非常に役に立つ、そうですね、ぜひご利用いただければと思います、はい、さ あちょっとコメントの方いきましょうかね、はい、不良親父、いいと思います、いいと思います。いやでも確かにね、不良親父ってかっこいいのに、ね、そうかっこいいんですよ、そうかっこいい、はい、それから今時のハンコカラフルですよね、うん、桜戸陰謀さんの印鑑はレインボー、うまいということでいただいてありがとうございます、ありがとうございます。というわけで以上、いわきらピープルでした。皆様こんにちは、第9期親善大使スマイル神戸、辰家恵里と申します。私から神戸の街をご紹介させていただきます。神戸は1868年に開港以来、さまざまな外国文化を取り入れながら発展してきた街で、異国情緒あふれる北の偉人館街、旧居留地がございます。これらの市街地から海や山がとっても近く、一度にたくさんの観光スポットをお楽しみいただける大変コンパクトな街です。海では商業施設やアンパンマンミュージアムが、そして六甲山からは1000万ドルの夜景をお楽しみいただけます。また神戸には日本三湖線三名線の一つ有馬温泉がありますので、海、山、そして市街地で楽しんだ後にゆっくりと体を癒していただければと思います。そして今年はあの阪神淡路大震災から20年目を迎え、12月には震災以来毎年開催しております光のイルミネーションイベント、神戸ルミナリエも20回目となります。毎年全国からたくさんの方々にお越しいただきまして、今年も12月4日から15日までの12日間開催いたします。神戸ルミナリエでは長さ270メートルの光の回廊と全長215メートルの巨大な光のオブジェをご覧いただけます。茨城空港から神戸空港までは約80分ととっても近い街ですので、皆様ぜひ神戸にお越しください。神戸で待っとうよ。なんか、はい、こうドーンって存在感が、ありますね、お腹がありますけど、はい、負けない負けてない、大丈夫大丈夫だからなんですかこれこれシクラメンです、はははは、はい、先ほどあのニュースもありました、そうです、ニュースでも最盛期を迎えているという、はいはい、シクラメンなんですが、このシクラメン、ただいま茨城県植物園で、明日からなんですが、いろいろなフェアが始まるので皆様にご紹介いたします、はい、はい、まずはこちらです、トロピカルクリスマス、明日12月2日から12月25日のクリスマスまで、ポインセチアやランで熱帯植物館内を装飾、一風変わったクリスマスをお楽しみください。クリスマスフェアあるんですけれども、はい、今こちらシクラメンフェアの方が先にお写真出ておりますね。こちらはシクラメンフェアも同時に開催なんですが、こちらは12月12日の金曜日から12月14日日曜日まで、シクラメンやポインセチアなどの冬の鉢花の展示即売会も行うということです。どちらもあの茨城県植物園で行われているんですが、こちらは園内展示室で行われるということです。中市にある植物園、そうです、中市にある茨城県植物園ですね、はい、今ですね、シクラメンフェアが12日の金曜日から、はい、日曜日、日曜日までですね、3日間なんですが、こちら買うことができるということですよ、そしてもう1個が、もう1個が、明日からの開催、そうなんです、トロピカルクリスマスというのがあるんですね、はい、こちらなんですけれども、このポインセチアとかランで熱帯植物館内を装飾されています、一風変わったクリスマスお楽しみいただけるということです。またこちら最終日12月25日のクリスマスには素敵なプレゼントが当たる抽選会を実施いたします。
こちらは亡くなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。こちらはただいま言った茨城県植物園の中の熱帯植物館の中で行われています、うん、はい、ということは、まあ、多分今ものすごい準備してるんでしょうね。準備してるんでしょうね。はい、それ飾りつけろそれ酒っつってでしょうね。シクラメンすごいですね、これ ね結構大きい。大きいです ね結構 ねいただくと嬉しいですね。あ、そうなの。うん、先ほどもそう先ほどソーシャルストリームでおっしゃってませんでしたっけ、うん、シクラメン、あ、プレゼントよろしくラメン。そう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 、うん、なのでね。まあ、それで あとですね、展示会は無料ですけども、はい、植物園に入る入園料は、はい、必要になりますので、はい、お気をつけていただきたいと思いますね、はい、そうなんですか、熱帯植物園なんですけれども、うん、今年の4月から無料になったということなんですよ。植物館、展示会の方ね、うん、そう、うん、展示館の方の、うん、はい、しかし植物園の入園料は必要ですね、はい、いりますからね、はい、お気をつけていただきたいと思います、はい、なんかシクラメンの花言葉があるそうで、すごいね、シクラメン全般の花言葉は、はい、恥ずかしがり屋。あら、こんなに前に出てんのにね。ねえ、はにかみ。はにかみ。内気。ほう。まあ、ここまではまあなんかちょっと可愛らしいじゃないですか。そうですね。なんか ね可憐な感じ。嫉妬。へえ。猜疑心。遠慮。遠慮、遠慮いいですね。いや、あんま遠慮するのもどうかと思うよ。そうですか。なんかどうもどうもって言ってますよ、ほら。いや。帰ってどうも。で、切ない私の愛を受けてください。はあ、綺麗。というのはあるそうでございますけど、ね、うん、色によっても違うんですよね、花言葉って。あ、そうなんですか、はい、うん、でもなんだろう、これでも送られた時にすごい考えちゃうね、はい、考えちゃいますね、猜疑心で見られてる、うん、嫉妬されてんのかとかねとかいろいろ考えちゃう、まあ、きっとこの何、恥ずかしがり屋とか、はい、だから恥ずかしがり屋だから、うん、切ない私の愛を受けてくださいという意味合いで送られるんじゃないですか。うん、だって花を送るときに猜疑心とか嫉妬で送る人はあんまりいないでしょ。いないと思います。そんな相手には送らないですよ ね、はい、というわけでございまして、まあ、最盛期でございますんでね、はい、このクリスマスプレゼントに一鉢送るのもいいですね。また真っ赤もいいですね。ね、はい、はい、さあ、というわけで続いてはこちらをご覧ください。警察に事件事故を通報する緊急ダイヤルとしての110番は皆さんご存知だと思います。今回は緊急じゃないけど相談したいことがあるという場合の相談ダイヤルを紹介します。相談ダイヤルの番号は110番の前にシャープと9を加えたシャープ9110です。局番なしのシャープ9110へお電話ください。相談のため110番に電話する方がおりますが、110番は事件事故を通報するための緊急ダイヤルです。お急ぎでない相談はシャープ9110をご利用ください。県内どこからでもダイレクトに警察本部内にある県民安心センター総合相談係へつながります。シャープ9110で取り扱う相談は犯罪による被害の未然防止に関すること、県民の皆さんの安全と平穏に関することです。例えばストーカーや配偶者からの暴力で悩んでいる、通学路に不審者が出没している、駐車問題や暴走族に悩んでいるなどが挙げられます。このような相談には専門の警察官などが対応しております。県民安心センター以外でも県内全警察署の警務課には相談窓口として総合相談係を設けて相談に対応しております。その他近くの交番や駐在所でも相談を受け付け、警察署や警察本部と連携を図りながら相談者の意向を踏まえたより適切な対応が取れるよう努めております。また県警では相談内容に応じた偽電話詐欺相談窓口などの専門的な相談電話も受け付けているほか、 DV やストーカーなど女性からの相談を受け付ける女性警察官、女性安心パートナーを配置し24時間体制で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。なお女性安心パートナーへの相談は電話番号 029-301-8107029-301-8107までおかけください。警察は
県民の皆様の平穏で安心できる暮らしをサポートするため、相談される方々の立場に立った懇切丁寧な対応を心がけています。事件事故は110番、相談はシャープ9110にお願いいたします。はい、12月1日月曜日、茨城県庁スタジオから生配信でお届けしてきました、茨城ラステーションお別れのお時間でございますけどもね、はい、東京でも今日から12月ね、今年最後の1ヶ月のですね、元気よく楽しくお過ごしいただきたいと思いますけども、その楽しく過ごす時間に、はい、ぜひこの茨城ラ TV も、うん、入れていただけると。そうですね、ご覧いただいて。さあ、そんな茨城ラステーション、明日はどんな内容でしょうか。はい、明日ですけれども、うん、オープニングは古賀市内より私がお届けしてまいります、はい、うん、そしてピープルは笠間市のジュニアマーチングバンドについてお届けします、うんうん、はい、ぜひご覧いただきたいと思います、はい、さあ、ちょっとコメントの方いただいているのでご紹介していきましょうかね、はい、冷凍みかんをお風呂で食べる、うん、いいと思います。いいでしょ、いいんですよ、僕やったことはないですか。あのね、ほどよくふよふよなんですよ、ほよほよに。冷凍みかんを食べたこと、記憶があるのは、あの電車の中で、うんうんうん、買って食べた記憶があるんですね。あの50円のお茶がね、プラスチックの中に入ってるやつで、あれね、懐かしい。それからで、我が家の冷凍庫に冷凍みかんが残っていて困ってた。そうか、風呂で食べれば冬でも冷たくないですね、うん、西野さん、Thank you、うん、やってみて。来ましたね、はい、冷凍庫にある方いらっしゃったんですね、はい、それからですね、恥ずかしがり屋だから綺麗に赤に染まるんですね、うんうんうん、あ、私のことだっけ。シクラムですなんか切り捨てられましたけどねぜひね、あの本当各種でいろんなシクラメンフェアやったりとかね、あとニュースの方にもありましたけど、はい、最盛期でございますので、うん、ぜひあの恥ずかしがり屋のあなた、はい、切ない愛を送ってみてないか、うん、ね、お花に込めて思いを伝えてください、はい、そして今日のお別れの映像でございますけども、はい、お別れの映像は、はい、日立太田市からお届けします、うん、はい、というわけでお届けしました茨城ラステーション、この辺でお別れでございます。お相手私ジェームス・ディレクト、西野ひとみでした。皆さん素敵な午後をお過ごしください。今日はどちらからいらしたんですか。いわきからです。いわきから、じゃあお隣の県から、はい、そうですね、このかかし読みに、いや、ここだけだつ、あの向こう、はい、袋田の滝を行くのに、それ前、毎年来てるんです。カカシは見てるんですけど、でもすごいですよね、羊がすごかったですよね。毎年やはりこんな感じですか、規模的にとか。そうですよね、でも今年の規模っていうのは一つ一つが大きいですよね。ですね、どうですか、印象残った。いや、すごいなって、やっぱり一番印象残ったのは羊かな。ね、羊、羊ね、すごいですよね、毛がね、またすごいんだから、何ちょっと少しでもね、毛がね、毛がどうなってんのかなと思って、今近くによくじっくりと見る。袋田にいらしたら何か楽しみはありますか。あの、こやっぱり紅葉、もみじ、はい、あと美味しいものとか、そう、魚を今だから焼き魚、川魚を食べてこようかって来たのね。あ、海とまた違ってね、そう、ああいう、あゆ、ね、塩焼き、ちょうど美味しいかもしれないですね、ありがとうございます。